ちーちゃん。ついに。ついに。おかえりー。ただいま。ただいま。久しぶりだね、しーちゃん。久しぶり。と言っても、しーちゃん久しぶりだな。一泊だけだけどね。久しぶりだな。今日も久しぶりって言って。かわいい。ごめんよ、しー。でも白黒は久しぶりじゃないんだよね。写真持ってった、やっぱり。うん。やっぱ持ってったの、写真。そうだよ。今日の朝見た。え？今日の朝見た。見た。かわいいね。やっぱうちの子はかわいいわって言って。へえ。え、一人で？ほら、部屋で。一人で？もちろんところ、やっぱしーちゃん一人で？うん、友達いる中でちょっと待って。うん。かわいいって。やってたんだ。本当に持ってったのかな。そうだよ。うん。かわいすぎやよ、コロンは。あら、シロン、かわいいな。ちーちゃん、宿題出た？出た。なに？さっき紙持ってたじゃん。その中に書いてある。うん、木、金、土、日の音読。でしょ？あと、経路28と、うん、宿泊学習振り返りシート。やばいね、コロン。明日するの？うん、そう。今日はもう疲れた。じゃあ、リミもしたしよう。いいと思った。どうだった、しーちゃん。楽しかった？楽しかったよ。本当？本当に楽しかった。コロンが夜寝たの？寝たよ。でも全然寝れなかった。朝起きたら、本当にね。眠かった。眠すぎた。歯磨きした？うん、2回した。夜と朝。ねえねえ、歯磨き持ってきたの？うん。こうもらった。持っていったの？忘れ物なかった？なかった。持っていってよ。うん、まだよかったけど。かわいいね。ねえ、リム、ほら見て、かわいくない？この子のかわいさ。コロンがおかえりって言ってる。お風呂20分しか入ってないの。着替え込みで。シャワーも込みで。昨日？だから5分も入れてない。そうなの？もう何？早く入りなさいって感じなの？そう。え、恥ずかしがってたらもう入れないわよって言って。もう急いで脱いで、もうシャンプー、リンス、髪の、あの、体で、ボディーソープで、うん、もう10分使って、結果5分も入るの。10分も使ったの？え、10分じゃない。5分使って。で、5分も入れずに着替えた。2組待ってたから。そっか。今日めっちゃゆっくり使う。1時間入ったのごめんね。うん。ご飯どうでしたか？ご飯。あの普通カレーじゃないですか、うん、肉うどんだったんですよ。あ、作ったのか。そう、あの、うん、肉うどんって言われてて。カレーうどんじゃないの？肉うどんだよ。うーん、それでうどんを食べたわけです、うん、めっちゃ美味しかったわけです、うん、で、その夜あの給食です、うん、ちょっとね、嫌いな部分がありまして、うん、嫌いなもの出ちゃった。嫌いなもんっていうか、なんかね、なんかね、全然焼き芋と、うん、違う、焼き芋なかった。何が苦手だったの？なんかレーズンとか入ってるやつ。なんかサラダあめっちゃ変な味して、やっぱ減らせなかった。朝のご飯は 朝のサラダ美味しかった。うん、減らせなかったの？うん、ご飯とあのスープは減らせるけど、うん、野菜とか減らせない。じゃあみんな食べなきゃいけないの？だから、うん、友達にあげたりして。あー、なるほどね。みんなで協力し合って食べる感じね。これあげるよって言って、ありがとうございます。そっか。めっちゃ量多いんだけど。何が一番？どこで食べるの？カツが美味しかった、一番。お昼ご飯の。今日の。カツ、今日なんだね、しかも。ねえねえ、あ、でも一番はやっぱうどんだな。作ったりに。どこで食べるの？え、食堂があるの。うん。ねえ、もう行ったら分かるよ。あと2年だから。2年だよね。うん、2年。1年後は3年生、2年後は4年生だから大丈夫だよ。シホのお下がり使う？バッグ。もうシホ2年後も2回も使うよ。使わない、お下がり使わない。はっきり言ってるし。そっか。何が一番じゃ楽しかった？オリエンテーリング。今日だよね、オリエンテーリングって。違う、昨日やったの？今日だったはずなんだけど、うん、雨で。あー、そっかそっか。雨の予報だったから。雨の予報だったから昨日やっちゃったんだ。昨日やった。何オリエンテーションって？テーリング。オリエンテーリング。オリエンテーリング、その泊まった宿泊場所の周りにね、うん、あの
先生の得意料理とかが書いてあるの、うん、それを当てるゲーム。へえ。だから先生がいない道を班でこうやって吹き飛んでいくの。地図を見て、うん、あ、自分たちで地図を見て探すの。へえ。昨日リミの担任の先生も行ったんだって。そう、見た。今日がお風呂上がりに廊下通ったら、うんうん、おかえりって、もういろんな先生がここに来てびっくりしたよ、うん、やっぱいろんな先生が駆け込むんだね。ちゃん先生いた。いた、うん、いろんな先生いた。みんな来てくれるんだね、ちゃんとね、うん、あのね、うん、リミが、あのね、先生がね、リミにね、うんうん、お姉ちゃんいたよって言われた。うん、だっているわね。かわいいね、コロン大好きだよ。かわいい。ほんとね、プラネタリウムめっちゃすごかった。なんかこうやって、うん、もう眩しくなったり、暗くなったり、うん、へー、初めてだよね、プラネタリウム。初めて。リミ、初めてじゃない。見たことあるの、リミ。あるよ。いつ？よい。あー、あったね、幼稚園の時なんかの。そうそうそう、リミは見たことあるってそういえば言ってた。幼稚園の時見たね。なんでシホは？シホはね、行ったところが違かったんだよ、幼稚園の時。ね、リミはなんかね、雨降っちゃって、うん、雨の時用のとこだっけ、室内のなんか遊べるところだったんだよね。なんかね、うん、すごいいろんなやつ。先にプラネタリウム見て、その次になんかいろんなハンディ。うんね。あ、来てた。大丈夫。リミどう？しーちゃん帰ってきたよ。嬉しい？朝寂しかったんだよね。そうなの？うん、朝やっぱ一人で行くっていうのが昨日からね、寂しいって言ってた。朝泣いちゃうかもとか言ってたけど、なんとか大丈夫だったけどね。おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。もういいでしょ。ただいま。恥ずかしがってる。恥ずかしがってるけど喜んでます。嬉しいってことね。いやー、うん、帰ってきましたけど、まず最初に何をしたいですか？携帯みたい。だね、今の子みんなそうなるよね。昨日はみんなそうかな。明日がいい。みんなね、携帯持っていけないからね。昨日もいるよ、大丈夫だよ。はい、じゃあね、まあ疲れてるだろうからね、ゆっくりしてください。はい、お疲れ様。ママがね、一番聞きたいのはね、夜とかどうだったのかなと思って。夜寝れませんでした。トランプした。トランプした。でね、うん、あのね、うん、うん、お金でね、うん、いろんな先生来るじゃん、うん、先生お金っていろんな人に言うの。あー、トランプ。裏見てみなって言ったら、はぁみたいな。うん、それで、100万ちょうだいとか言われたよ、先生に。あのトランプ？じゃあ、あのトランプ役に立ったんだ。役に立ちました。よかった、よかった。で、消灯は何時だったんだっけ？本当はね、9時半だったんです。9時半だった。結構遅いんだね。9時半だったんですよ。うん、で、もちろん消灯過ぎて持ってたんでしょ？待って。でもね、うん、天気が曖昧で、うん、展望台とか、うん、プラネタリウムとかが全部延期になって、うん、あ、展望台は夜しか見れないから、うん、中止になったの。中止になっちゃったの？そう、それで時間が、お風呂の時間とか一気に早まったの。あ、だから、なんと消灯時間も20分早まりました。あ、そういうこと。なるほどね。だから9時に、うん、あ、9時10分にもう消灯になっちゃった、うん、あ、そうだったの。あら、だから喋ってたの、うんうん、9時半になって、うん、今これ私宿題してる時間なんだけどとか友達言ってて、めっちゃ喋ってたの、うんうんうん、そしたら静かにしなさい、先生来た、静かにしなさいって来た。ずっと私こうあの、ずっとね、友達とこうやって手繋いでるんだよ、こうやって。え、なんで向かい側に友達いんの？そう、こっち側にいるの？そう、うん、頭が合わさって？うん、違う、本当は頭合わさんないんだけど、うん、枕の向き変えて、うん、こうして、うん、こうやったらすぐ見えるのに、で、こう寝て、うん、手を繋いでた。へへへへへ。
にもいるの、うん、こっちにもいる。あ、こっちはいないけど。結構狭い部屋の2段ベッドなんだね。めっちゃ広いよ。あ、広かったんだ。へえ。行ってみたい。何畳？何畳？聞いてないわ。渋い質問だね。別に何畳かとかよくない、リミ。この部屋、もっと大きい。だって8人寝れるんだよ、部屋は。で、2段ベッドが全部あって8人だよ。うちぐらいの、うん、あのベッドが、2段ベッドが4つあって。そうだよね。それにさらにスペースがある。そうだよね、広いよね。うちの部屋、うちのさ、部屋より大きいよ。うん、それがめっちゃある。そうだね。そっか、やっぱ怒られるよね、うん、醍醐味だよね。でも修学旅行、うん、まあ修学旅行じゃないけど、うん、校外学習だけど、まあお泊まり。本当にこうやってしゃべって、うん、来た修学バレると。そうそう、先生が来るとみんなさって隠れるよね。そういうもんだよ。それが楽しいんだよね、でもね。そしてその後、行ったーっつって本当に楽しかった。よかったね。さすがに部屋出る人はいなかった。部屋出るって？部屋抜け出す人。え？部屋を抜け出すのかって、隣の部屋とか行く人とかいなかった？寝るとき？うん。いなかった。さすがにそれをね、あ、そっか、でももう、もう、班自体が、お部屋の班自体がね、好きな人同士だからね、お友達ね。うん、選んでいいから。そうだね。でも、トイレ行きたくないのにトイレって言って、うん、ずっとトイレに行く人とかいた。あー。トイレだと外で寝るからか。そう。で、なかなか帰ってこない。友達と、うん、あ、友達とトイレに集合して、ちょっと遊んだりするのか。へぇー。面白い。まあ、もうちょっとだけだ。まあね。だって見回り来るでしょ、常に1時間ごとぐらいに。うん。え、1時間ごとじゃない、もう15分ごととかに来る。あー、そっか。しばらくはね。さすがにもう12時過ぎとかになってくると、行こないだろうけどね。うん、朝とか行くか。でもしょうがないよ。どの学年もそう。もう5人の先生がずっとこうやって。何それ、見回ってるってこと、うん、って常に。先生大変だよ。先生が大変だね。うちたちは大変よ、学年のが。今日先生眠そうだったんでしょ。そう、今日先生具合悪そうだったんでしょ。ずっとマスクしてかわいそう。もう昨日全然寝れなくて大変だったんだよ、先生ね。もう先生が大変だよ。私も担任の先生だけだってマスクしてる子は。あ、そうなんだ。もともとなんか具合悪くなっちゃったのかな。じゃあ昨日の夜ブラルダリウムね、本当にね、うん、みんな出てた。誰、先生？先生じゃない。ああ、他の子たちも。私の隣も出てたもん。あ、みんな寝不足だからね。プラネタリウムとか見ちゃったら絶対もうあれだよね、子守歌みたいな。それでね、めっちゃね、お母さんも起きないの。うん、隣の人ずっと遊んでた。しーちゃんちゃんと見たの？見たよ。うん、偉い。ウォーザとか、うん、秋の大四角形とか、ウミガメ座。うん、ウミガメ座。へえ。以上、覚えてます。あとなんか作ったんでしょ、フォトフレームだっけ。そう、作りましたよ。うまく作れた？作れたかな。材料100均でね、この前買ったけど。まあまあ。作れたかなぐらい。そっか。シダ、はいね、久しぶりだね、シダとね。かわいいね、シロン。かわいいわね、シロンはね。あー、かわいい。いつもありがとう、シロン。めっちゃかわいいよ、シロン。ん？シロンかわいいよ。めちゃくちゃかわいいよ。はい、じゃあね、とってもとっても楽しかったみたいで、よかったですね。あ、はい。グミペア。 サンジーラおやつ。